ビーナスの誕生が成熟した大人の女性として海より誕生し出現した様を描いている。同名の絵画を描いた画家としては他にウィリアム・アドルフ・ブグロー、アレクサンドル・カバネル、オディロン・ルドンなどがいる。この大作は1483年頃かそれ以前に春の偶意同様、ロレンツォ・ディ・ピエル・フランチェスコの別荘カステッロテを飾るために描かれたと考えられている。 イクニンカの研究家は、ディピ p l フランチェスコの依頼で描かれ、ジョルジョ・バザーリが言及している絵画は、ウフィッツィ美術館にある絵ではなく、失われてしまった別の絵画であったろうと推測している。またイクニンカの専門家は、この絵は、ジュリアーノ・デ・メディチの愛人シモネッタ・ベスプッチに対する愛を祝福する目的で描かれたと信じている。美女・ベスプッチは、地元の伝統では、 ヴィーナスの誕生地だとされる海辺の町、ポルトベーネレに住んでいた。何がボッティチェッリにインスピレーションを与えたかはともかく、この絵は、詩人、ポリツィアーノの、詩編において、また同じく詩人のオイディウスによる、変身物語や、古典的な女神ヴィーナスは、水より出現して、貝殻の上に立ち、霊的情熱の象徴であるゼピロスに乗って、騎士へと吹き寄せられている。 季節の女神であるホーラたちの一人が花で覆われた街灯を女神へと差し出している。ビーナスのポーズは当時発見された恥じらいのビーナスタイプの古代彫刻から得たものである。この絵画効果はローマカトリック教会の宗教的主題に従って大部分の絵画が描かれていた当時の時代と場所を考え合わすと紛れもなく微凶的である。ボッティチェンリの多数の 異教的作品が焼き尽くされたサボナローラの異教撲滅の巨栄の焼却の炎をこのカンバス画が逃れ得たということは驚きである。ボッティチェッリはロレンツォ・デ・メディチと大変親しい間柄にあり友情とメディチの権力のおかげでビーナスの誕生はサボナローラの焚き火や境界勢力の避難から守られたのである。ビーナスの体や細かい補助効果は レオナルド・ダ・ヴィンチやラフファイドの作品に見られる厳格な古典的リアリズムとは一線を画している。それが最も顕著なのは、ビーナスの首は現実にはありえないほど長く、左肩の傾きは解剖学的にありえない角度をしている点である。そういった描写はただ絵画において美を強調するためだけであり、後の様式であるマニエリスムに通じるものがある。 ポンペイの壁画ボッティチェッリははるか昔に失われた古代ギリシアの名画について2世紀の歴史カルキアノスが表した記述に着想を得た作品群を描いておりビーナスの誕生はそのうちの一つであるアッペレスによって描かれた古代の絵画作品はビーナスアナディオメネと呼ばれているアナディオメネとは海からの誕生を意味するこれが ボッティチェッリの絵画の題名として使われており、ビーナスの誕生という題名は19世紀に入って初めて広く知られるところとなった。ビーナスの誕生はプラクシテレスのアフロディーテ像と類似点が多い。当時まだポンペイは未発見でボッティチェッリはポンペイの壁画をついぞ見なかったが、ルキアノスの記述にあるアペレスの絵画は当時すでに有名であり、それを ローマ風に再現したものは見たことがあったかもしれない。ギリシアローマ古典時代には、会話、ジョインの暗誘であった。ボッティチェッリのビーナスが撮るポーズは、メディチケが収集していたギリシアローマ古典時代の大理石の彫像を連想させる。ボッティチェッリはそれら、メディチケのコレクションを鑑賞する機会があった。トマス・ピンチョンの小説、V の第7章で、 シニョール・マンティッサが改装中のウッフィーチ美術館からこの絵を盗もうとする。この小説の登場人物たちは全員、それぞれの部位を追い求めている。マンティッサが愛したこの絵の中の彼女もまた V イーネスである。広告宣伝や映画などポップカルチャーにおいて大量のビーナスの誕生の複製や改編が作成されている。以下にはそのうち有名なものを挙げる。 ありがとうございます。